年取るってね。皆さんの思いと共通してるっていうか、まあ簡単に言ってですね、やはりあの手続き論に終始してるっていうことで、こう結局のところ今国民が聞きたい消費税増税問題についての本格的な議論って聞くなかったということじゃないですかね。でやはりあの国民が期待している党首討論というのはね、その結局のところ本来じゃあ社会保障はどうなるのか、それから消費税って何であるのかをはじめとして、大きな政策方向、国の進むべきあり方について議論するというのが本来の役割だと思うんですよね。それからしますとね、ちょいとその国民の期待を裏切って結局中身は一切明らかにならずに手続き論に終始したっていう感想を持ちましたが、まああとはあの言わせていただければね、正常化したってこう言ってましたけど、私まだ正常化したと思ってないですけどね。つまりあのもう一人の人言ってはりましたよね、正常化したとかなんとか言って不正常になったと。依然として不正常続いてましてね、共産党に発言させないという不正常は続いてるんですよね。それでかつて、まあ、あの私国家基本政策委員会の委員としてもずっと出てますから、一度は3分ぐらいさせようかという話あるわけですよね。でその後20数回やってますからね、3分単純に比較しても60分近くの持ち時間があるんだけどね、それは依然としてさせないっていうのはいかがなものかと思いましたね。で今度のことを契機になったのは、あの国家基本政策委員会に委員として入ってるかどうかっていうことが思えたわけでしょ。ということはうちは委員を送ってるわけだから、そういう意味で言うといよいよ共産党が話してることがその意味で大きな政治を語る意味では不可欠ではないだろうかというのは思いました。それは2つ目です。はい、前田国交大臣がですね、自主調整で国政候補 の上下団体に要望したというこの話が流れているんですけど、もしお答えいただいているようなあのね、まだね、私も正式に見てるわけじゃないんですけど、実はあの国土交通委員会でもその議論になったんですよね。それで、自民党の伊藤議員が、訪ねてました。でそれで前田国交大臣はその自分としてはサインはしたけれども国土交通大臣とか書いたとか、それから文言についてね覚えてないし調査すると言ってましたので、まあ、そういう関わり合いがね新聞報道でされた事実は私詳しく見てないんですけども、国土交通委員会自身で議論になっています。まあ自民党の議員が言うにはその意味ではその今日言ってたのはですね、国土交通省という封筒で出てると、それから名前は国土交通大臣という名前で書いてるということを言ってましたので、ただその辺は明らかでないというふうに答弁してましたんでね、事実は今後調べにしたらなと思います。で、まあ、事実とすればね、そのまあしかもあの文言の話もしてましたからね、それは利益誘導って言いますかね、そういうのを含めての真相をしっかり確かめる必要がありますね。これは極めて大事な問題だと思います。なんか夕刊フジかなんか大きく報道してんだとか言って話をしてましたけどね、まだ見てなかったもんで。ただ先ほど言いましたように国土交通委員会の質疑の場で出ましたからね、そういう質疑っていうのはそんな形でした。ですから、まあ
一般論で言えばそれこそ重要な問題だと思いますし、真相を究明する必要がありますよね。これはすみません、自公両党はですね、予算委員会で今後の鳩山さんのイラン訪問の問題も含めてですね、外交防衛の集中を求めていくという方針に一致してますけれども、まあ、現場での話になると思いますが、では、ね、まあ、鳩山さんの問題にしても、まあ、北朝鮮のミサイルの問題にしてもですね、そういった予算委員会の場でこういった集中審議を求めていくというお考えは共産党としてはお持ちでしょうか。まあ、自公両党がどんなふうな一致をしたのか私もそれ詳しく知りませんから、いずれにしてもね、今外交問題をめぐってどうあるべきかという点についてはもともとの約束としてね、2012年度の予算案の質疑を終えるにあたってですね、そういうことしようねと言ってたわけですから、それ自身としては必要じゃないでしょうか。今日の投資なんですけど、はい、まあ、野田さんは繰り返しですね、まあ、自公の投資、投資会談を呼びかけてその協力を呼びかけている姿勢が、まあ、かなり必死な感じに受けたんですけども、その辺はいかがですか。ね、その先ほど、まあ、述べましたけど、その本来であればね、じゃあ先ほど言いましたように、中身の問題でしょ、議論すべき話は。消費税どうすると、なぜ消費税が必要かと、私どもは反対してますしね。で、私どもは消費税の増税というのは、まあ、どんな影響を与えるかということについて述べています。ですからそういうものを本来議論すべきであってね、投資会談、それ会談自身も含めてね、それやったらいいと思いますよ私は。で、どの場でもね、投資にふさわしくその対処交渉に立って国民に対してどう発信するのかということが問われているのであって、いわばその彼の議論というのはそのこういう場をやったらいいじゃないかと、それに対して今度は自民党の総裁の側はここの場で議論したんだって、結局そういう話してるだけで、じゃあ中身の議論はやられたのかっていう問題でしょ。だから私どもはどういう場であれ、消費税の問題、消費税つまり社会保障と税の一体改革、それからこの間国会対策委員長として城島さんが来られたのは、その時にあったのはその他の問題もありましたよね。例えば公務員制度改革の問題や、それから何でしたっけ、原子力規制庁の問題、まあ、いずれにしても、まあ、そういうことについてね、広く議論するってことは必要だと思いますよ。ですから、だから私どもはその党首会談受けたわけでね、で結局自民公明が、ね、ダメだからといって、まあ、この間も言いましたけども、確かに党首討論クエスチョンタイムを受けてから、以前は受けない前はダメだと言ってるわけですから、それは今後ともねきちんとやるべきじゃないでしょうか。どう思いますか。あとすみません、はい、公明党はその、まあ、反対している共産党とは違うんですけども、早期にその消費税法案を審議して特別委員会でやったいということを言ってるんですけど、はい、その辺のその審議の時期とかですね、あるいは受け皿についてはどういうお考えですか。それはね、何度も私ども言ってますけども、その一番大事なのはね、どうしたらその徹底的審議ができるかと、またかつ慎重な審議ができるかという角度でものを考えたいと思うんですね。ですから特別委員会いいのか各委員会いいのかって、もう少し見極めないとあかんと思うんですね。で、政府の側は、まあ、例えば社会保障の一体改革と言ってますけど、社会保障に関係するさまざまな法案についてね、まだ正確に出してきてるわけじゃないですし、それどうするのかという問題もありますよね。そうしますと大きさからボリュームから言いますとね、込みでやって短期間でやるなどということにもなっても困るし、ですから私どもとしては何回も言いますように、徹底審議するそういう場といいますか、それが保障の条件だと思いますけどね。で、それ通じて私どもとしては
何が問題かっていうことで議論を尽くしていきたいし、そういう議論を通じてやっぱり記録問題点を明らかにすることによって対案に送んでいきたいということが我々の思いですから、そういう場として設定していきたいと考えています。はい、明日の本会議で、うん、衆院本会議で北朝鮮のミサイル、非難する決議の際、行われる予定運びになっておりますけれども、うん、それはね、まだね、私ども今議運のメンバーにも聞いてますけれども、参議院の方はそのあれでしょ、その随分あれいつでしたっけね、3月の段階でやりましたよね、これね4月12日からそれから16日の間にとこう言ってるわけでしょ。そうしますとね、やはり明日やるのかどうかということも含めて今議論になってるんでね、もう少しそれは待ちたいと思いますけど、私どもとしては例えば議運の中でね、自民党や公明党自身ももう少し慎重な言い回ししてるんでね、うん、だからそこは我々としても我々だけがあれこれというわけじゃありませんから、だから気分としてはですよ、つまり、まあ、平たく言えばよ、平たく言ってよ、その決議して出したわね、その日パッとやられたわって言うんじゃん、かっこつかんでしょというようなことも言ってはる、僕とか言ってんじゃんよ、言ってはるから、その意味含めてね、例えば昨日自民党の岸田さんやそれから城島さんは、どちらかといえば発射した後に決議をするのがいいのかもしれないなという話もしてますからね、そういうのよく見てね対応しないとダメじゃないと思ってますが、はい、じゃあそのことで